ヘルムート・ラ・ヘンマン、ヘルムート・フリードリヒラ・ヘンマン、ヘルムート・フリードリヒラ関門・カンモン、1935年11月27日帯、は、ドイツの現代音楽の作曲家。父親がプロテスタントの牧師、母親が教会音楽家で、兄も牧師という宗教的で、音楽的にも恵まれた家庭に育つ。地元のシュトットガルト音楽演劇大学で、 ピアノトリロンを学んだ。最初のラフヘンマンの詩が、教会音楽家のヨハンネ・ポムク・ダーフィトであるのは、自然ななりゆきであった。その後、奨学金を取り、イタリアのベネツヤで、ルイジ・ノーノに2年間プライベートで指示。ノーノの著作集には、これは、ラフヘンマン著と記されているように、ノーノのゴーストライターを務めたこともあるほど、ノーノの片腕として機能した。この経緯は、 ダルムシュタット音楽研究所監修、現代音楽の歴史と現在、歌詞音楽歌唱の後書きを参照のこと、ラフヘンマンと書かれている。この経験が、沈黙、ノイズへの偏愛を決定づけた。その後、ストックハウゼンのケルナークルスと呼ばれる、作曲講習会に2回ほど、これも奨学金で参加して、前者に匹敵するほどの理論的な影響を受け、ブーレイズにも共鳴した。 前衛の停滞以後、ブライアン・ファーニホーと共に、ダルムシュタット歌期限大音楽講習会の、いわゆるポストセリエルを代表する長楽の常連であった。ダルムシュタットの講師から離れた後も、ダルムシュタットでは依然として、ラフヘンマンの影響は強烈で、ほとんどの作曲家が彼の奏法を参照するなど、絶大な支持がある。現在も数年に一作の割合で新作を発表している。 シュトックハウゼンのケルンの大学音楽講座で最も模範的な回答を書き、シュトックハウゼンに評価されたのが実質的なデビューである。ガウデアムス賞入選やベートーベン賞などの受賞もあるが、彼が真に個性を生み出したのは打楽器とオーケストラのためのエアーである。前衛の停滞以後、特殊奏法を用いた作曲家たちはほとんどが魅力を失う中、 伝統の以下作用という大きな戦略が時代の要請に応えた形となり、熱烈な支持とともに、シュトックハウゼン以後のドッツを代表する中核的な作曲家とみなされるようになった。マティアス・シュパーリンガー、デラルト・エッケルト、ベアート・フランや、その他の弟子たちの作品に影響がストレートに現れている。1970年代末期以降は、モチーール、 特殊奏法は徐々に模倣や学習がしやすいタイプへ停車したが、リズムポリフォニーや音域痴漢などをフル活用して密度を高める方針を取ったため決して聞き飽きるとはない。ゴミに至ってはベートーベンの第9の以下を伴うため、ドイツ国内のタブーに触れてしまい、南西ドイツ放送交響楽団から演奏拒否されたことがある。1980年代に、 各種国際マスタークラスを点々と行い、クラウス・フーバーと並び名教授と呼ばれた頃にはすでに評価が完全に確立し、ブーイングを受けることはなくなった。日本人と再婚した頃から、東洋文化への系統が顕著となり、日本の間に影響を受けた時間構成が近年の特徴になっている。作品は上演後徹底的に改訂されるため、旧作でも審判が出版されている。 近年、名誉博士号が授与されたハノーファーと母校の、シュトットガルトの音楽大学、大学院の作曲家の教授として教え、日本人では、久保真彌子、ハノーファー、ライ・高行き、プライベート、小林明美、シム・クンス、などの生徒がいて、現在来以外は皆ヨーロッパ在住である。ミュンヘンからは、音楽のノーベル賞と呼ばれる、ジーメンス音楽賞も獲得した。聞くことは、 無防備だ、聞くこと抜きでは、という指導で名高い。そのため、彼の弟子は、根本的に音楽のルールを疑うタイプの人間が、多い。来日時には、足立智美が取材した時のインタビューにおいて、ラフヘンマンは次のように述べた。フリーペーパームーゼイ、私が特殊双方の植物園のように思われている、私から影響を受けた、そういう作曲家を見るとがっかりします。 若い作曲家は、私の考えたやり方の継承ではく、自らの考えを成長させるべきなのです。ラジカルであることが必要なのです。モーツァルトのクラリネット競争曲のテープが用いられるが、単に流されるのではなく、音量を調節する指示が書かれているため、聴衆は不意に現れるモーツァルトの断片を認識した瞬間にのイと沈黙の海に叩き落とされる。 このような引用は、彼が先駆ではないが、ポスト前衛の思考を強調するものとして、大きく論じられる。曲後半はパルスがふんだんに用いられるが、これも、ポスト前衛であることの証明になっている。引用したのは楽曲でなく、古今東西の古典の作曲家が用いた、題名であることがこの曲の支柱になっている。巨大な一楽章形式をとるが、 三人は伝統的な奏法を大きく逸脱するものの、結局はクライマックスへ向かう形式のジレンマを見事に描き出した。1997年に初演された。台本には本作の他に、レオナルド・ダ・ヴィンチとドイツ赤軍の創設者の一人、クドルーン・エンスリンのテキストが用いられている。前編が彼の作曲語法である。 様々な楽器の特殊奏法を駆使した騒音で埋め尽くされている。寒さで凍える手をする表現として会場内に配置された合唱団が紙ヤスリを吸ったり、後半マッチをする場面では摩擦音を思わせる音響が様々な楽器音によって奏でられた後、それまで吹雪などの場面的な音響を、作曲者曰く性楽器によるミュージックコンクレートを表現していたものが、 ご馳走を見るなどの幻影的な表現としての音響に切り替わる。また、唯一舞台に上る登場人物である主人公の少女は、下打ちで、清子の夜のアリアを演奏するといった奇抜音響が駆使される。最後に少女が昇天していく場面では、日本の雅楽の楽器である章が用いられる。初演を含む多くの公演では、宮田真由美が演奏を担当した。 ドイツ国内での世界初演は賛成派と反対派に分かれ、ブーイングもあったものの前衛的な演出には、つきもので、スキャンダルと目されるほどではなかった。日本では、東京交響楽団が2000年に演奏会形式で、海底校を初演した。その際主催側の一部の宣伝が、いかにも、童話的なわかりやすいオペラを意図したものかのように、報じていたため、 ラフヘンマンの作風を知らなかった観客は衝撃を受けたというが、終演後は攻撃的なブーイングなどはなく恩恵な拍手に包まれた。フランスでは2001年9月15日にパリオペラザで初演されたが、会場の観客のほとんどが終演直後にブーイングを飛ばし、一部の観客が対抗的に拍手をするもわずか数人がパラパラと手を叩くに似ないというワーグナーの タンホイザーフランス書演やストラビンスキーの春の祭典の初演をも思わせるスキャンダルとなった。これら最初の初演以降のいくつかの上演での演出では少女役が白塗りスキンヘッドの暗黒舞踏風の振り付けで表現された。その後ドイツのシュトットガルト初演は数人が客席から去ったもの、3シーズンにわたる十数回のチケットは全て売り切れた。 ラフヘンマンの作歴全体から見れば、このオペラは、今までの彼の作風にない、新しい表現を目指した、最前衛の作品というわけではなく、それまでの彼の過去の作曲技法の集大成ということができる。全一幕で、演奏時間は2時間、4巻編成の還元楽で、エレキギターなどの特殊な編入楽器も含む。日本で、現在2種類、 カイロースレーベルのドイツ世界初演の録音及び ECM レーベルの日本初演の録音の CD が発売されているほか、海外ではシュトットガルト初演の CD、SWR のバーデン・バーデンの CD もある。ECM から発売された東京港はオペラの中核とみなされていた。二つの感情の気学部分が完全に書き換えられており、より静寂を強調した構造になっている。 このバージョンでは楽譜は発売されていない。ラフヘンマン後期に特徴的な空洞と評することのできる沈黙や全体的な密度の低下が印象的な楽曲である。ドイツ古典音楽のコアである充実した密度への挑戦はハルモニカでは見られるもの。ここではスカスカの音像を提示している。二度結婚して二男、三女を設けた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。